鉄観音は中国茶のうち青茶の一種で広い意味のウーロン茶の一種である中華人民共和国の福建省を先週し安慶県で作られる安慶鉄観音と台湾分散区付近で作られる木作鉄観音が代表的銘柄である中国十大名茶の一つ抽出前の鉄観音の茶葉原料茶葉は 通常は、鉄観音という茶の木の園芸品種から収穫される。鉄観音は、福建省の安件圏で生まれた園芸品種で、台湾には、新朝末期の高所定の時代に、町内環境弟が安件から茶樹と製法を持ち帰ったとされる。著名な銘柄ではあるが、生産量は、ウーロン茶全体の5%しかない。半発酵茶の青茶の一種なので、 茶葉自身の酸化酵素による発酵をある程度行わせた後、いて発酵を止め、十年と呼ばれる茶葉を揉む工程や焙煎乾燥を経て製造される。強い十年によって茶葉が丸まって表面は鉄のような、あるいは油を塗ったような光沢を帯びるのが特徴である。味は芳醇で濃いが、後味は甘い。香りは甘く、清かで蜜の香りや、 卵や金木製といった花の香り、水蜜桃の香りに例えられる。抽出された茶の色は黄金色ないし明るいアンズ色である。便秘や冷え性の解消に効果があるとも言われる。20世紀初頭に中国国外の品評会で優勝して世界的にも人気の銘柄となった。日本では伊藤園が缶入り清涼飲料水として初めてウーロン茶を発売した際に、 ブレンド茶葉の一つとして使用された。これをきっかけに、1980年代には、鉄、観音の中に本にも定着した。伊藤園が2015年4月に発売した、黄金ウーロン茶には、本品種が6割ブレンドされている。名前の由来については、諸説ある。観音岩に由来するとの説兼流亭の時代に、安慶県の義影という茶農家が、夢の中で、観音岩という場所に、 茶の木が生えているのを見たところ、実際に観音岩で茶の木を見つけたので、持ち帰ったのが期限だとする。以後、その農家が挿し木で増やして、近所の茶農家に広めたという、鉄観石に由来するとの節復検証の南山という、ところで、鉄観石の間に生えているのを見つけて持ち帰ったのが、期限だとする。故に、安慶鉄観音は、南岩鉄観音とも呼ばれることになったという、 観音菩薩に由来するとの節観音菩薩から、賜った茶の木なので、鉄観音と名付けられたとする。茶葉の外見に由来するとの節茶葉の見た目が、輝きがあってずっしりとした感じなので、鉄製の観音菩薩像に似ているため命名されたとする。安形鉄、観音南岸鉄観音とも呼ばれる最も代表的な鉄観音である。 福建省の安計県を中心とした地域で生産されている。そのうちでも最上級銘柄として扱われるものに清掃観音王がある。安計鉄観音は年に4回ほど茶葉が収穫できるが、そのうち春茶と秋茶が美味しいとされ、特に春茶は最高と言われる。元来は高発酵活十倍線の重厚な風味と味わいを特徴とする半発酵茶であったが、 近年の安ン鉄観音は、低発酵かつ軽焙煎で軽快で爽やかな風味と味わいのものが主流になっている。木作鉄、観音台湾の台北四分山区付近で生産されている鉄観音である。新朝末期の高所定の時代に、朝内観兄弟によって、安ンから鉄、観音の茶樹と製法を持ち帰ったとされる。木作とは、最初に苗木が移植された地名である。 加工には独自の工夫がされており、強い10年と反復焙煎が特徴で、これにより、焙煎香と柑橘類の香りが合わさったような風味となっている。水色もオレンジ色がかった色合いになる。春と冬に摘まれた葉が上物とされる。現在で本家にあたる安ン鉄観音よりも、紅白紅滑獣焙煎の伝統を保っている。西岩鉄、観音観音省で生産されている鉄観音である。 ありがとうございます。